体操の内村航平選手が嫁に対してモラハラをしており、離婚を要求していることが2022年1月18日の文春の報道で発覚しました。現在、内村航平選手は嫁や子供の前から姿を消していますが、一体どこにいるのでしょうか。嫁との離婚理由は、モラハラや嫁姑問題と言われていますが、実は元カノの存在が関係あり復縁するのではないかとも言われているようです。そこで今回は、内村航平選手の元カノ岡部咲子さんについて、内村航平と元カノの復縁説について、元カノとの破局理由は、目の出来婚。元カノとの復縁に家族姑も歓迎か。という内容でまとめました。内村航平選手は、嫁の千穂さんに離婚と別居する意思を LINE で伝えて現在は自宅から私物と共に姿を消してしまったそうです。一体どこに行ったのか。ということですが、行き先として考えられるのは、内村航平選手の実家、友人宅、好意を寄せている女性の家、一人でどこかに家を借りている、ということだと思われます。この中で気になるのが、新たな女性の存在ではないでしょうか。もちろん、内村航平選手と現在の嫁は正式に離婚をしていませんので、新たな女性がいるとなれば不倫に当たります。しかし、内村航平選手には現在の嫁と交際する前に付き合っていた元カノの存在があることが分かっており復縁説があるのです。というのも、内村航平選手は嫁の千穂さんとの交際&結婚の直前に付き合っていた元カノがいました。その元カノというのが、2019年に株式会社 WOE を設立して、現在は代表取締役として子供たちに体操の楽しさを伝える仕事をしている岡部咲子さんです。岡部咲子さんは、3歳の頃から体操を習っており、体操選手として明治大学で2大会連続ユニバーシアード代表に選出した経歴を持ちます。内村航平選手と同い年で、2022年は33歳になると思われます。しかし、岡部咲子さんのインスタグラムを見ても、家族や子供についての投稿が全くないので、現在も結婚はされておらず独身なのではないかと予想されます。そのため、内村航平選手とよりを戻す、復縁する、可能性がゼロではないと思われます。また、内村航平選手と元カノの復縁説が濃厚な理由がありました。実は、内村航平選手と元カノの岡部咲子さんが破局した理由は、内村航平さんの現在の嫁である内村千穂さんの存在が大きく関係しています。内村航平さんと元カノの岡部咲子さんは、学生時代から約4年ほど交際していました。しかし、元カノの岡部咲子さんは内村航平選手が大会に向けての練習に専念できるようにという理由で距離を置き、陰ながら応援していたといいます。しかし、その隙を見て内村航平選手の後輩であった嫁の千穂さんが、猛アタックして内村航平選手を略奪したと言われています。当時、内村航平選手と元カノが破局していたのか、距離を置いていただけなのかははっきり分かっていませんので、元カノと離れている間に内村航平さんの心が揺れてしまったのは間違いないでしょう。しかし、奥手である内村航平さんを押し切るほどの猛アプローチだったということなので、嫁千穂さんが元カノから略奪で交際したというのは間違いないようです。内村航平選手と嫁の千穂さんは、2012年11月に入籍して、翌年の2013年4月に長女を出産していますので、出来婚だったことがわかります。そのため、当時の段階で、内村航平さんがどこまで嫁の千穂さんと将来を考えていたかはわかりません。もちろん交際していたのは事実ですので、恋愛感情はあったはずですが、子供ができたからという理由で流されて結婚したという可能性は否めません。それでも、意中の相手と結婚することができた嫁の千穂さんは嬉しかったのかもしれません。しかし、これらのことから内村航平選手は、半ば強引に嫁の千穂さんに交際を迫られて、出来婚が理由で結婚したことがわかります。そのため、内村航平さんが嫁の千穂さんではなく、元カノの岡部咲子さんと復縁したがっている可能性も考えられるのです。ちなみに、内村航平選手の嫁に対するモラハラの内容については以前の動画でお伝えしていますが、かなり悲惨です。さらに、内村航平選手の離婚理由には、嫁の千穂さんと姑の内村秀子さんの関係悪かったことが関係していると言われていますが、
元カノの岡部咲子さんは内村航平選手の家族とも仲が良かったようです。内村航平選手と岡部咲子さんは、交際期間が4年ということで学生にしては長期間の交際だったといえます。さらに、家族ぐるみで仲が良かったと言われていますので、姑である周子さんも内村航平選手の交際相手として認める女性だったようです。このことを考えると、元カノの岡部咲子さんであれば、内村航平選手の母親ともいい関係性を築いていくことが可能なのではないかと思われますし、もしかすると周子さんもそれを望んでいるのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。